皆さんこんにちは。ニューホープ千葉の牧師住谷です。今日は30日水曜日、ヨエル書の3章14節から21節までを通しまして、報いてくださる神に期待しますということを見てまいります。ヨエル書3章14節から21節。裁きの谷には群衆また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は、私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。その日、山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出、シティムの渓流を潤す。エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない血を流したためだ。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼らの血の復讐をし、罰しないでは置かない。主はシオンに住む。ヨエル書は主の日について、やがて来る裁きの日について予言されているということを見てきておりますが、それはもう始まっているということもお伝えしたいと思います。聖霊はペンテコステの日からすでに私たちに注がれているように、今こそ終わりの日であり、今こそ主の日であるという信仰を持つこと、神様は願っておられるからです。今日こそ悔い改めの時であり、今日こそ主を求め主に立ち返る日だからです。そしてまた今日の箇所に約束されている神様の祝福も、今日私たちは信じて受け取ることができる御言葉であると信じます。18節をお読みします。その日、山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出、シティムの渓流を潤す。エデンの園と似ているような、描写だと思いませんか。そして命を与える泉が神殿から流れているというのは、エゼキエル書の47章や黙示録の21章にも出てくる、神の国の光景につながっていく神様の祝福です。20節もお読みします。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。素晴らしいですね。周りのすべてが裁かれ荒地となっていく中で、ユダは、エルサレムは大きな祝福を、神様の御言葉の約束の回復を体験するようになるという言葉ですね。今日神様は皆さんを祝福し、皆さんを回復してくださる方であることを信じましょう。終わりの日に、終わりの時に神はご自身の霊を私たちに注いでくださいますが、それはアバ父と呼ぶ御子の御霊です。私たちは神の子供であり、神に愛されているんです。愛されているがゆえに試練を受け試され、心が神様に戻るように、悔い改めの時を神様は用意されますが、それは私たちを守り、私たちを祝福するためなんです。神の約束は変わりません。
神様の祝福を求め悔い改めて立ち返るならば、神様は祝福し、神を拒み拒絶し自分勝手な道に歩むならば、神様は必ず裁かれます。皆さんの上にあるのは神様の愛であり恵みであり祝福です。今までの歩みがどのような歩みであろうと、神の愛は変わることがありません。そして今日、神様は全ての約束を皆さんの上に成就させたい、回復させたいと願っておられる方であることを知ってください。なぜ神様は心を割いて悔い改めなさいと言われるんでしょうか。なぜ立ち返れと言われるんでしょうか。それは私たちを待っておられ、私たちを憐れみ、私たちを祝福するためなんだということを忘れないでいたいですね。皆さんはいかがでしょうか。神を求め、神様のもとに立ち返ろうではありませんか。ヨエル書は面白い予言の流れを示しています。ヨエル書の最初は国の滅びで始まり、そして終わりは国の回復で終わるわけです。私たちに当てはめるならば、神様は私たちにまず悔い改めを提言されるんですけども、悔い改めなさい、裁きから始まるんですけども、でも許しと回復で終わるんです。神様の約束の成就を見るために、まず罪の悔い改めということが必要になります。聖霊の油注ぎ、神様の愛を実体験するためには、まず心が変えられ、心の中から不義を取り除かなければならなかったからです。これがヨエル書の大きな流れなんですが、皆さんはその準備ができておられるでしょうか。神に敵対し神を否むことは愚かなことです。なぜなら私たちは神の中に生きているからです。神様が全てをご存知で、全てを導いておられます。神を恐れるんではなく、また神を嫌うんではなく、愛の神である神様のもとに私たちは一緒に立ち返っていこうではありませんか。心を開いて、主よ、あなたを愛します、あなたを求めますと、独りよがりの生活ではなくて、神様を中心とした義の生活へ神様私たちを導こうとしておられます。神を拒絶する生き方は危険です。なぜでしょうか。神という大元、義の方、愛の方、正義なる方を拒んでしまうならば、私たちの生活は罪の支配、めちゃくちゃな人生になってしまいます。罪が私たちを苦しめ、罪が人間関係を破壊し、罪があなたの人生を苦しめるんです。神はあなたを助け、あなたを滅びではなく祝福へ回復したいと願っておられます。今神様は全てのものを招いておられます。主の御名を呼ぶ者は誰でも救われます。あなたはどうでしょうか。自分勝手な人生を握りしめますか。神に敵対し罪の生活を楽しみますか。それとも神の御言葉に目を留め、主よ、あなたの約束を信じます、どうぞ私の生活をエデンの園のようにしてください、そしてどうぞ私のこの住む家が、生活が、人が住む場所としてくださいと願われるでしょうか。神様は人となって私たちの間に来られ、弟子たちを呼び集め、弟子たちと生活をされました、嵐の中でまず主は寝ていたんですね。で、弟子たちは金切り声を上げたんですが、なぜそんなに恐れるのか、私が寝てるんだから大丈夫だよということを教えられました。でもさらにまた同じような場面で、嵐の日に今度はイエス様は船の中にはおられず、水の上を歩いてこられました。ペテロに声をかけて、水の上を歩いてくるようにと呼び出したんですね。神様は同じように私たちにも信仰のチャレンジをなさっています。神様は私たちの人生を人の住む美しい場所に変えたいと願っておられるんです。そのためには信仰による応答がすごく大事です。嵐を恐れ、嵐の中で耐え忍ぶだけではなく、嵐の上を歩み、
嵐を収める信仰生活に進むようにとチャレンジします。ペテロは頑張って水の上を足を踏み出しました。歩けたんですね、最初は。でも風を見て怖くなって沈みかけました。主は守ってくださいましたけど、誰もが最初からうまくいくということはありません。信仰の歩みは怖いです。御言葉に従って行動を起こそうとするんですけども、これでいいんだろうか、うまくいくだろうか、怖くなってしまうことがありますね。そしてペテロが沈んだように、私たちも沈みそうになってしまいます。でも主はそこにおられ、私たちの手を握ってくださいます。神の御言葉を信じ、御言葉に歩もうではありませんか。今日悔い改めて主に立ち返り、主の御言葉に周りがどうであれ、あなたがまず正して進んでいくことをお勧めします。それはまるで水の上を、嵐の上を歩けと言われているように感じるかもしれません。でも主はあなたと共におられ、あなたの信仰を立て上げようとなさっておるお方です。あなたの人生は変えられます。あなたの心も内側から変えられます。あなたの人生が、あなたの生活が、人の住む命を与える場所へと変えられていくために、主は私たち一人一人を今日も呼んでくださっています。やがて神の裁きが訪れるでしょう。でもその前に神はご自身の民を呼び出し、そしてご自身の民に約束を語り、約束を体験させたいと願っています。あなたこそこの世に使わされている神様からの答えです。あなたを通して神は働かれます。ですからまずあなた自身の心を正し、神に戻ることをお勧めします。お祈りいたします。神様、あなたの御言葉をありがとうございます。エデンの園のように、また生ける水の川が神殿の敷居から流れてきたように、私たちの心の奥底から喜びが、命の泉が湧き出る約束を心から感謝します。今日あなたを信じ、あなたの御言葉に応答し、自分の生活を捨ててあなたに信頼し、すべてを委ねて歩み始めます。どうぞあなたの御言葉の上に、信仰の上に歩み出す人生と進む勇気を与えてください。主よ、私たちの手を握ってください。そして私たちを励まし、私たちを使わせてください。この地が人の住む場所となることができますように、この国が神の祝福の国へと変えられていくことができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。